政治アナリストの伊藤敦夫氏が15日 TBS 系昼帯に出演し、14日に開かれた政治倫理審査会に関して、出席した自民党世耕弘成前参院幹事長の答弁に言及しました。伊藤氏は、言葉の数は多いけど、わからない、知らない、記憶にない、あの時途中で止めておけばよかったとか、今になって反省しているとか、なんか自己正当化の言葉を挟む、よく中身を聞いてみると、説明責任が果たされていない、出てきたことによってマイナスになったんじゃないかなと、知見を述べました。言い訳に近い世耕氏の答弁について、なら調査すりゃいいじゃないですか、安倍派の幹部なんだし、参議院のトップなんだし、それ調べないわけなんですから、なんとも説得力がないし、真っ白であるというなら、検察が起訴しなかったというならば、今度、裁くのは有権者の皆さんだと思いますよと、指摘しました。